楽天田中将大が YouTube で見解語る、黙っていればたくさん言われたなと、楽天田中将大投手が自身の YouTube、マー君チャンネルを更新し、コンオフの騒動などについて自身の考えを語った。いちいちうるせえなこいつ。田中将大って極悪な安楽の仲間だろ？ハンカチと差がついたな。やってたんだな。さすが神の子。安楽の喧嘩？自らきちんと語れば済む話だろ、ハイロンパ。間違ったことしてないならそこで喋ればええやん。ハンカチとまあどこで差がついたか。安楽については黙っちゃいけない立場だろうにバカか。ぐちぐち文句は言うけど、いじめに関わってませんとは言わないのな。田中はもうプロ野球が嫌いになってそう。黙ってた方が良さそう。まさか最後にハンカチに好感度抜かれるとはな。そら安楽によるいじめを黙認しとったら、言われても仕方がないがな。悪役みたいなセリフ言うやん。ずっと黙ってた方が、結局は沈黙は金なりになったのでは？マー君神の子いじめっ子。ちゃんと安楽の件は関わったのか、無視してたのか、それ以外なのか説明するべきじゃないですかね。負け組の遠吠えだから気にしないでいいよ。そろそろ大丈夫だと思ったのかな？中途半端に触れるのが一番頭悪い。正面切って説明するか、一切触れないかの二択って、多分黒だから校舎を貫くのが賢明なのに、否定できなかっただけだろ。往生際が悪いな。大谷神の子、マー君ただの人、桃色歌合戦に出てる暇はあった。ご視聴ありがとうございました。